ドイツのトム・ボスの皆さんです。ご注目ください。坂井さん、はい、この組み合わせというのは今気がつきましたが珍しくありません？普通は女性が中に入りませんか？そうですね、時代を反映してるんです男性が中に入る、男性が入りました、女性が主導権を、そうですね、うん、これお決まりの2つにこれ割るわけですよね。そうですね。足が動いてますね、うんうん、大丈夫とは思いますが、はい、ご丁寧に、もう一つ切れてますよと、分割、これだけではないんです、この後です。そうです、子供が2人登場してまいりました。ということは、銃声が鳴って、お父さんはおもむろに出てまいりました。立派なひげですね。お父さんあそこに入ったんですよね。入ってましたよね。確かに入ってました。この技を身につけたら学校や職場でどんどんサボれますね。ですね。いや、いつ出てたんでしょう。あら、また一人。素晴らしい。トム・ボスの皆さん。